皆様こんにちは、なおなおです。今日は静岡県の護国神社にやってきてます。明日から、静岡の手作り市が始まります。最後になおなおのエリアをご紹介します。まず先にこちらの護国神社を参拝したいと思います。レッツゴー。今日は雨なんですけど、明日は晴れると思います。ぜひ遊びに来てください。明日はこの白シャツを限定5着販売します。ポケットとこの背中に先折りがついていて、私の地元の愛知県の知多木綿を使った白シャツです。立派な感じがあります。はい、お参りできました。こちらの社務所で御朱印がいただけるということなので、御朱印をいただいてきます。はい、立派な御朱印をいただきました。静岡県護国神社です。それでは明日の出店のあたりを散策します。こちらは神社の参拝する方で、出店場所はこちら、森の中に入っていく感じです。お客様駐車場はないので、静岡駅の近くになっているので、お近くのコインパーキングとか公共交通機関でぜひお越しください。手作り市の入り口がこちらと向こう側と2箇所あります。今回は神社の方から出てきますね。出店者の皆さんが手を出しているっていう感じになります。両サイドにお店があります。どのお席だと思います？なおなおさん、ちょっと番号がまだ振ってないので、スーツだけ止めて設置くださっていて、この辺りだと思います。電車の方々結構多いので、このぐるっと回れるようになっていて、キロを回るように。今はお天気もいいので、出店者のさんのところで食べ物を買って、ピンクとかで食べてもいいかなと思います。ではこちらから、こちらがエリア3、4みたいな感じで、5、6とかります。今日はとっても静かなんですけど、明日はとっても賑やかになると思います。こちらの鳥居からもお客様入り口としてお使いいただけます。ここを右に曲がると、ぐるっと池を一周する感じを。お手洗いはこちらにもあります。でこちらの、ところにも
出店者さんがお店が並んでいます。ご飯屋さんあったっけ？奥行くと。で、あっち側にもご飯屋さんあったよ。あっちが、鳥居出てカレー屋さんが。へぇ、こちらに戻って。抜け道あるね。この辺りにも出店の作家さんがいます。この池をぐるーっと一周すると、ほとんどの作家さんの作品をご覧いただけると思います。よし、一周しました。なんだこれは。あー、一周歩けました。こちらが最初に渡った白い橋で、エリア 1,2 で、私はこの辺りのエリア 3-6 にいます。ということで、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。